はい、どうも明智博之です。はい、どうもランプです。今回はソニックアドベンチャーを実況プレイしていきたいと思います。おお、来たね、ついにモダンシリーズ。久しぶりね。えこの実況スタイルも久々ですね。ねえ、ついにこの時が来てしまいましたよ。確かに川原さん、うん、いや、まあ、我々ね、開けたまま、まあ、過去にねソニッククラシックシリーズを全て実況プレイしてきたんですけれども、うん、ソニー歴、ソニックの歴史を振り返る回ということでやってきたんですけど、うん、今回ちょっとそのシリーズの延長という形ではなくて、うん、ちょっとリニューアルしまして、はいはい、普通にモダンシリーズも実況したいよねという、なるほど、気楽にやりたいよねという動画になってます、うんうん、でいつもはね明智が解説しながらプレイしてたんですけど、うん、今回は玉川の方にプレイを委ねたいと思います。え、玉川さんプレイでいいんすか？イエス。いや、いいんすか？なんかこれソニックファンがたくさん見てるチャンネルだからいいのかな、初心者の私がプレイで。そこはちょっと私がねしっかりバックアップしますんで、ああ、まあ、明智は解説に専念するという形で、ああ、まあ、玉川にいろいろこうやり方とか教えながら見守っていくという立場で頼もしいさせていただきますよ。なるほどね、後ろから解説してくれながら玉川さんがプレイ担当というスタイルで今回からやっていきたいなと思います。なるほど、ついに始まります、うん、モダンシリーズ実況楽しみにしていてください。はい、楽しみ。じゃあオープニングムービーの方から見ていきたいと思いますので、はい、早速参りましょう。はい、お願いします。始まりましたね、これオープニングムービー。オープニングムービー、オープニングっていうかな、デモムービーかな。うん、これをソニー歴のね最後の次回予告で流してからもう早何年ですかと。うわ、そうか、その時ってこれ流れてるんだ。流れてます。うわ、夏ソニックマニアのラストとかかな。そうか、2018年とかかな、うん、うわ、なんか映画ソニックのね2の冒頭みたいな感じなんだ ね。そうなんですよ、あれはここのオマージュなんですよ、ね、うん、なるほど、さすが。そう、ソニック映画で出ましたね、このシーンね。来た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 、クラシックソニックとは全然違う世界観よ。いや確かに、クラシックからこの世界観に急に来たらやっぱ当時びっくりしただろうな。暗い表情綺麗だしね。今のはオープンユアハート。あ、オープンユアハートのあとシャウトですね。あ、そうなんだ。やべえ、高まってきた、すごい。もう最初からめっちゃクライマックスだね。そうなんだ。戦闘何とか、うわ、来た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 、かっけえんだけど、やばいやばい。いいですね、グラフィックが綺麗すぎるでしょ。え、発売いつ？これ1998年。うわ、ドリームキャスト2000年じゃないのか。2000年より前か。すごっ。そうなんですよ、90年代なんだ。うん、えっ、かっこいい。これモダンのねお披露目ですからね。そうか、みんなこんなビジュアルになったんだっていうね。初めてのモダンソニック、モダンソニック、モダンエクマ、モダンエミーとかだいぶビジュアル進化してますから。うわ、テンション上がりっぱなしだわ。ファイルを選んで、うわ、じゃあやっていきますか。ソニックアドベンチャー、ファイルを選んでくださいってティカルちゃんが言ってますよ。了解です。これ今のティカルの声、ティカルの声だ。うわ、ちょっと聞きそびれた。ナビゲーターですから動画見返そう。クリエイト、じゃあニューファイルで、はい、いきます。でも早速ゲームをプレイするの方でお願いしたいと思います。了解です。ちなみに今回は、Xbox シリーズ S を使って、Xbox360 で配信をしていたソニックアドベンチャーリマスター版をプレイしています、うん、画面もじゃあ綺麗になってるのかな、うん、アドベンチャーでよろしいですか。はい、いきます。キャラクターを選んでくださいですね。早速キャラクターセレクトだ。キャラクターセレクト、6人いますね。ほんとだ、ガンマとかもプレイアブルキャラクターなんだ。うん、で今はソニックだけが選べると、でだんだんと解放していくと。なるほどですね。ソニックザヘッジホッグ選択します。ください。ゲーム開始でいいかな。説明ちょっと見てみようか。あ、オッケー、だから、ね、Let's get down。 うわ、金丸さんボイスはこれ初めて。初めてです。うわ、そうか、ね、操作説明もなんか若干喋るんだよね。カメラ回転は LBRB、B でスピンダッシュ、その XBOX のこの AB 逆問題ね。これ戸惑いそうだな。はい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 、ウォーミングアタックが、あ、使えますと、うん、はいはい、ジャンプ中にもう一度 A ボタンを押すと近くのエネミーにホーミングする。了解了解、うん、で X や B で物持てると。持てる、あ、物持つシーンあるんで。あ、そうなんだ。使えますね。うんうん、投げる、 XB がアクションボタンみたいな感じで認識してばいいかな、うん、はいはいはい。アクションステージのルール説明です。お、今のもティカルちゃんボイス。ティカルちゃんボイスですね。ちょっとマジでシステマチックにやってますけど、耳にも注目だな、うん、クリア目的がゴール地点にあるカプセルを破壊すればステージクリア。これはもうクラシックシリーズおなじみの。小動物も出るんだ。小動物も出ます。うわ、これ楽しみ。この辺はねしっかりあのクラシック踏襲してますよ。なるほどね。
シナリオによってゴール地点がカプセルではない場合があります、うん、ああ、なるほど、あのちゃんと教えてくれるんで、うん、その通りやれば大丈夫です。了解です。あ、じゃあもう早速、ゲーム説明がシンプル、確かにすぐ終わる。じゃあソニックアドベンチャーゲーム開始していきます。お願いします。お願いします。ステーションスクエア。ステーションスクエア、名前はよく聞くけど、この初めてちゃんと見るな。これはムービーですね。しっかり見ていきましょうよ。うん、時代を感じるポリゴンね。確かに、いやでも衝撃的だったろうな、やっぱり 2D から 3D に切り替わってね。光が何か飛んでいったが、音かわいい。そうね、ジャンプ音とかはそのままなんだよね。うわ、金丸ソニックお披露目だ。若々しい英語で喋るんだみたいなね。確かに、弟そんな喋らないキャラだから、レーイっつってね、かっこいいな。なんだ、なんか何、街中でカーチェイスみたいなの行われてて、うん、なんか警察が向かっていったみたいですよ。追いかけてみようということ。あ、もう早速このカオス出るんだ。そうなんですよ、さすが知ってますね、カオス。ここに来ているのはまだ軍という組織がない時代なんで、あ、彼らは軍ではなくてただの警察ですね。あ、そうなんだ。方戦的、まあ、ちょっと得体の知れない怪物ではあるけど、うん、地球防衛軍ぐらいのこの展開の速さだな。弾が全て通用しない。全然効かないんだ。リング主張が激しいぞ。確かに。ここリングのビジュアルいるかな。あ、うん、面白そうなことしてんじゃない。かっこいい。かっこいい。めっちゃなんか悪ガキ感あるよな。確かに少年感あるよ。え、いきなりカオス戦ってこと？最初がカオスゼロっす。カオスゼロって言うんだ、このこの戦闘スタイルが、ね、うん、カオスのその一番最初の状態がカオスゼロ。うわ、ちょっと待って、とりあえずリングっていうのはこのソニックシリーズおなじみ。リングを持っていればダメージを受けても大丈夫なんで。これホーミングアタックだ。よし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 、このシリーズ初めてホーミングアタックが使えるようになったんで。なるほど、 3D 世界に合わせたアクションですね。よいしょ、いいんじゃない。うん、敵の順調に回転攻撃なしでやれてますよ。右上が体力ゲージ。うん、あと一発ぐらいじゃないですかね。あ、これ届くかな。ただ上から、ちょっと一旦逃げ回って、うん、地上に降りてくるの待ちます。 3D ゲーム慣れしてない人はこのね操作も戸惑ったでしょうけど。いや確かにね、うん、全然降りてこない、あいつ味しめてやがる、あなたが先に。こんな俊敏に動けるんだっていうね。確かにね。こうなんかもたもたしてそうな感じしてますけど。よいしょ、 OK、はい、鮮やかに。うわ、ここもしかして初めて。これ初めての。また遊んでやるぜ、また遊んでやるぜ、有名なセリフ。はい、楽しい。いいっすね。もう楽しい。ソニー歴を得て、モダンシリーズ。いや、こんな感じなんだね。だいぶ分かってるっていうところがね、また楽しいよね。確かに。うん、ここ最初なんだっていうね。あ、なに、マンホールで逃げていくの？うん。その液体ならではの特性で。液状生命体ということでね。はぁ、あ、はぁ、あ。どういう、ソニックもどういう動機で、戦闘に入ったんだろうな。面白そうなことしてるから喧嘩してみたっていう。結構喧嘩っ早い。わかりません。応戦的な。お、究極の破壊神カオスよ。エッグマンがこのシーンを見てるんだ。うん。やっと見つけたということですよ。モダンエッグマン。これ声優さんは大塚さん。うん、大塚さんですね。あ、なるほど。まだまだ若々しい声ですよ。確かに。時は変わって青い空。うわ、なんか気持ちよさそうなところでバカンスしてんじゃん。うん。コミカルな BGM。 テイルス来た。うん、トリー 3D みたいな BGM で登場してきたな。トリー 3D 誰にも伝わってない。やめてくれ。ご機嫌な BGM。 おいおい、あ、落ちるぞと。テイルス大丈夫、そんな感じじゃなかったでしょ。結構派手な墜落だった今。まあ、テイルスを助けに行きましょうよ。おー、なんだこれ、マネキンか。ここから、まあ、ステージに行く前にちょっとしたこうね、もう動かせるんだ。アドベンチャーフィールドみたいな感じで自由に動けるんで、まあ、いろんな人に話しかけてみましょうよ。話しかけられるの？うん、A ボタン B かな。 B か、私ってば不幸。どうした、変な怪物は出るわ、飛行機は落っこちるわ、のんびりゆったりリゾートに来たのにこんなのってないわ。
言うとりますな。ということでね、なんかカオスのことも知ってるらしいですけど。確かに、うん、これみんなセリフ違うのかな。違いますよ、もちろん。飛行機落ちたんです、向こうの海岸乗ってた人大丈夫なんでしょうか。あ、これテイルスの話してんのかな。もうなんかソニックさんのことは、あ、認知されてるんだ。さすがだな、やっぱりこのステーションスクエアでもこの名を轟かせてるんだな。早速その辺の、ね、設定はちょっとよくわからないんですけど、まあ、ソニックは有名人設定みたいですね。なるほど。何があったの？潜ってたからよくわからないのよ。まあ、そういうなんかちょっと展開についていけてない人もいるわけだ。え、すごい、みんな話しかけられるんだ。めちゃくちゃ喋りますよ。しかもどんどんなんかその場所、何、ストーリーの進行度によっても喋ることが変わったり。あ、そうなの、すごい。結構ちゃんとやろうとすると時間がかかりますよ、これ。僕は物知り、いいことしててあげるよ。回るリングは取っておく、これ大事。開いたって時もリングがあれば大丈夫。知ってた？このソニックシリーズあるあるをこのボクちゃんが教えてくれるわけだ。初心者にも優しいね。見える向きが自動で変わっちゃうけど注意して、向かう方向に左スティックを入れ直す。最初には戸惑うかもしれないけど頑張って。ソニックか、あ、なんか言ってる。ソニックが待機セリフを言いました、ね、そろそろ行くか。ちょっとそうね、テイルスの状況も心配だし。これもテレビも一応ヒントみたいな感じですね。エメラルドコースターへようこそ。あ、ステージ名かな。うん、ここが綺麗なビーチのエメラルドコースト。ステージ1、エメラルドコースト。早速アクションステージ、テイルスを救出せよ、頑張ってください。アクト1というところか。アクト1っていう概念はもうないんですけど。そうか、ステージ1ですね。来た来た。で、グマロボを倒すと、ね、小動物が。あ、右下にね、ウサギゲット。この小動物がどういう役割を持つかは、まあ、後ほどね、分かってきますんで。なるほどね。じゃあ、ちょっととりあえず、うん、進んでいってみるわ。見てくださいよ。有名なステージですよ。そうなんだ。エメラルドコースト。なんかソニックといえばね、こう海みたいなイメージありません？もう最近は。いや確かに。あ、これすげえ。バネが、バネで。これプロレスロープみたいになってんだ。あ、そうだね。はい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 。え、ちょっとバンパーを使ってみて。スピンダッシュとかもできますよ。あ、確かに。これですよ。気持ちいい。うわ。めっちゃ笑顔でやってる。いや、めちゃめちゃいいな。この人めちゃくちゃ笑顔でやってますよ、皆さん。すごい、こういうなんか開放的なステージ好き。タワーガーがね、ソニックを動かしてるっていうのもなんか、で新鮮ですけど。いや確かに、いつも横で見てたから。テイルスだったからね。うな、憧れのソニックに今初めて触れられてるわ。テカテカしたね。テカテカした。確かに。おっと、ソニック CD みたいなテカり方。あ、これ有名なシャチのシーンじゃないの？有名なシーン。これか。有名なシャチのシーンです。皆さん。気持ちいい。このスピード。うわ、すげえ、これか。はい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 。いいね、いいね。ここね、ちょっともたついてると死んじゃうんですけど。あ、そうなんだ。しっかり。流れに身を任せていいんじゃない。危ない、これ気をつけて、ポケ注意し。いいです、ね、結構いけるところ多そうだな。右も左も、うん、結構ね、いろんなところに隠しアイテムとかあったりするんで。今イキャップがあったの、見逃さなかったぜ。イキャップをちょっと待ってね、取れるか。よいしょ。ああ、ちょっと下に落ちちゃいましたね。あ、そうなんだ。連続してバンパーを繋がないといけなかったか、うん、反動が使えなかったけど、まあまあいいでしょう。落ちてもね、ノーダメージなんで。いや、気持ちいいステージ。音もいいね。ねえ、このサウンドいいよね。うん、エメラルドコースターのサウンド。危ない、注意、走ったら死ぬ。そういうところも、みたいなところが。ソニーレッキシリーズで得た学びもしっかり落とし込んで、ね、ソニーレッキだよね。ソニックは走ったら死にますから。意外と慎重な操作要求されるよな。壁も走れますよ。あ、なんか上にある。来た来た来た。スピードアップか。よりコントロールしづらくなるけど、ぐんぐん進むな。カメラも難しい。これ何、これ水っすね。水地帯。危ない。意外とジャンプ力高いから落っこっても大丈夫か。うん、いい。よし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 。これ地味に BGM も変化してるんですよ。本当だ。場面場面でね、変化する仕組みなんですよね、アドベンチャー1は。なるほど、うん、よし、いいんじゃない。サクサクいってますね。あ、なんか上にあったっぽいけど、いいか、下走ってこう。ちょっとなんかアングルが、うん、うわ、気持ちいい。このスペシャルステージみたいな、うん、ループループステージ、演出がね、かっこよさに極まってますよ。いや、いいな。緑が綺麗です。え、これ細いとこ行くのかな。でもこれアスレチック的なこともね、要求されますから。ソニックはスピードだけじゃないよということですよ。確かに、意外とこの高低差のあるステージを活かせるな。中間ポイント取って、すごい勾配。お、ティカルボイスでアナウンスしてくれて、
了解。この赤いボールがヒントボールって言って、うん、触れるとヒカルちゃんがいろいろ教えてくれるんで、あ、そうなんだ、見つけたら触れておくのがいいっすね。こういう感じかな。うん、はい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 、ナンバリングに合わせて自動で進んでいってくれるよと、うん、危ない、よしよし、このループ気持ちいいよ、うん、うわスピード、輝けるビーチ、うわ気持ちいい、マジでエメラルドコースト、もう一回走りたいな。お、テレ来た、よし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 、ね、ちょっとのんびりめに走って4分5秒、うん、エメラルドコーストクリアですか。クリアです、ありがとうございます、おめでとうございます、気持ちいい、面白いね、なんなくクリアしてきましたね。早速テイルスとおしゃべりタイムですか。Yeah, it's okay. レベル C か、うん、まあ1周目は必ずレベル C になるんで、あ、そうなんだ、ちょっとやり込み要素でレベル B、A がありますね。なるほどね、テイルスとおしゃべりタイムです。それにしても本当久しぶりだよ、うわ本当久しぶりだよお前ら、いや確かにねそれよりどうしたんだ、飛行機落とすなんてテイルスらしくもない、確かに、うん、新型のテスト中だったんだ、伝達系の強度が弱かった、トルネードはね赤いんですけど、なんか灰色でしたね、あーそうか、プロトタイプの塗装なのかな、うん、えへー、今度はもっとすごいのを考えてんだ、それもあってほら、かわいい、うわー表情豊かだな、表情豊かそんな顔すんの、ね、かなり大きな口をで開けて、ね、剣士むき出しの、そんな口開くんだ、カオスエメラルドを動力源に使ってしまうっていうあたりがね、確かにこの辺からもちょっと危険な思想だよね、テイルスのちょっと怖さ出てるな、ヒント言ってますよ、ミスティックルーインに工房があるから来てくださいと、あ、なるほど、いうことで鉄道を経由してテイルスプレイ可能、まあ、実績ロック解除、あ、実績ロック解除された、テイルスの実績が解除された、テイルスプレイ可能をかぶせてきたね見えづらいぞXBOX、 あー、なるほどね、じゃあこれでなんだ、なんて言ったっけ、ミスティックルーインに向かうための鉄道を探したらいいのかな、うん、そうだね、なるほど、これさっきあの話していたなんか一般人の方々はもうちょっと違うことを言うんじゃないかな、あ、ちょっともう一回話しかけてみよう、あ、ごめんごめん、ちょっと待ってね、この飛行機に乗ってたキツネくん無事で良かったですね、本当だよ、派手に事故ってたからさ、うん、ほぼ無傷だったけど、そういう何かね、あれを持ってたんですかね、セーフティーを、あ、確かに緊急離脱したのかな、うん、ホテルのロビーに入って向かって右、それが駅前広場へのドア、はあはあはあ、ホテルのロビーってこの右側に見えてる入り口かな、あ、そうですね、ホテルのプールなんで、あ、なるほど、に入ってしまう、ホテルに滞在してるってこと、ソニックってそういうことになりますね、結構リッチな過ごし方してるなで向かって右に行ったら駅前広場のドアね、はい、了解了解、いや、ありがとうありがとう、助かりました、うん、なるほど、でこのロビー入ってって、しっかりした、ね、右側ホテルのロビーで、ちょっとモニターに話しかけてみようかな、この先カジノエリア、うん、出ました、ロリーになったら開きます、ソニックといえばのカジノエリアがこの先にあるみたいですよ、あ、今入れないんだ、そっかそっか、夜になれば入れると、あ、なんかエレベーターとかも、エレベーターなんですか、エレベーター、まあまあさっき入ってみてもいいかな、ちょっと気になるので、確かに気になるな、ちょっと登ってみていい、ソニックの部屋とかで行けるかな、客席があるのか、おっと、これは前回のチャオガーデンに行けるってこと、そうですね、チャオガーデンのドアでした、なるほど、あ、これがアドベンチャーのチャオガーデン、そうですね、うわ来た、ソニックアドベンチャー、まあ、初のチャオガーデンということで、すごい、このホテルのなんか一室というか、そうなんです、大広間みたいなところなんだ、ホテルの中にあるんですね、チャオガーデンが、でこの先ほど、まあ、敵を倒して集めてきた小動物は、うん、こうチャオガーデンに、まあ、放されると、あ、そういうことね、ということで、はいはいはい、おそらくどこかにチャオの卵があるんじゃないかなと思うんですけど、え、どこだろう、なかったですかね、もうあるの、1個ぐらいあったと思うんだけど、え、どこかな、 あれか、ありましたね、あ、2つある、これ2つあるね、チャオの卵は、あ、ちょっと待って待って、どうやったら開けられるのかはちょっとタマガー自身でいろいろ試行錯誤してみてください、あ、え、あ、持つだけじゃ開かないんだ、え、どうすんだこれ、え、投げる投げるは乱暴だよな、投げるとかあるよねえ、どうしたんだろう、走り回ってたらいいかなこれ、冷静にちょっといろいろアクションも見ながら、置く、投げる、置くはあるな、拾うあるな、口笛吹いてみるか、何の反応もないですね
ちょっとなんかヒントボックスに聞いてみるか、なんか教えてくれっかな。どうでしょう、ちょっとその辺は俺も覚えてないからワープホール、ワープホールについて、一度行ったことのあるガーデンならここから簡単に行くことができる、まあ、ちょっとこれもまた違った話か、これがワープホールね。このこの端末は何お名前マシンメニュー、あ、チャオに名前つけられてるとつけるのと、まあ、チャオにさようならをするということですね。え、お別れもここですね。お別れもここでできると。なるほど。ちょっとじゃこれはチャオが孵化してからだな、うん、この辺にも俺あったよね。これはでも多分あれだよな、この端末の説明だよな、ね、うん、お名前マシーンについてた。あ、抱いて赤いボタンの上に乗ると起動すると。はい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 、うん、え、ちょっとこれパート1でチャオの姿見たいな。ねえ、せっかくですから。チャオスタジアムよく、あ、こういうのあったね。チャオレースとかってあったか。うん、ありますよね。こっちの入り口か。まだチャオがいないので、レースには出れませんけど。え、とにもかくにも、チャオと出会いたいんだけど、全然反応してくれない。あ、来た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 。え、どうしよう、ちょっと待って、チャオってなーに、基本的な育て方、基本的な育て方かな。まずそこかな。うん、卵を見つけたらそれがチャオの卵です。あ、放っておけば自然に帰る、うん、けど自分で返すこともできる、うん、で返し方によってチャオの性格が変わるので、あ、そういうこと。え、自分で返すこともできるけど返し方で性格が変わる。あ、具体的なその返し方が分かんないな。確かにね、それ教えてくれないんだね。あ、なんかぽい項目もないよね。まあまあ、待ってればね帰るっていうことなんで、まあ、ここで待つもよし、ちょっと時間を置いてからまたガーデンに来るもよしなんで、なるほど、ね、そこは任せますわ。次のねステージに行ってからまた戻ってくるとかでもいいんじゃないかとは思います。はいはいはい。 X ってなんだろう。 X って置いちゃうのか。 X は B と同じだね。そうか、うん、あー、なんか最初の説明でなんか置く以外の、拾う以外のなんかアクションも書いてなかったかな、気のせいか、うん、これなんか置いたり拾ったり繰り返してたら割れないかな。いろいろ試したくなりますよね。そうだよね。でも投げるはちょっとねみたいな。いや、そうだよね。これなんか返し方によって性格変わるみたいなこと言ってたから、投げて返しちゃったらすげえ嫌われちゃうんじゃないかな、うん、ちょっとこれじゃ時間かかりそうなん。お、待って、言ってたら卵が揺れてる。これはこれは確定じゃない。やった、お、出た。待ってたら来た。ユーサーしてたら来た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 。あ、かわいい、うん、これがチャオですよ。来たー、皆さん。え、チャオってここ初めて。もちろん初登場だ。初登場です。うわ、すごい。ソニックシリーズのマスコットキャラクター。来た来た、チャオですよ。サムネ候補だねこれは。やったー。めちゃくちゃ長い動画になると思うからサムネ候補いっぱいあると思う。確かに、ね、いや、なるほどね。ちょっとじゃあほったらかしてたら自然と帰った感じなのかな、うん、奥疲労繰り返してたから。なんか奥の方にももう一匹帰ってますよ。え、どこ。あ、本当だ。ちょ、いつの間に。ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんごめんごめん。こっちはハイハイで。あ、待って待って。あ、なんか表情がなんか違うように見えたけど、ちょっと落ち着いて。こっちだよね、拾って、うん、こっちが別のチャオ。二人目だね。あ、どっちもハイハイしてる。可愛らしいじゃないの。あ、本当だ。なんかこっちは なんつうの、なんか三角口だ。感じだね。でムスッとしてる方と、うん、あ、にこやかな方と、うん、そうだね。あ、可愛い。なんか早速性格が現れてるな。名前とかも付けられるみたいですけど。ちょっとどうしよう。名前はじゃあ追って考えるとして、な、動物とかをねこう持ち上げた状態でチャオに近づけると、うん、その動物をこうキャプチャーっていうんだけど、その能力をこう引き継ぐことができるんですね。あ、ランが上がったのかな今。ランが上がって、はいはい、ウサギを上げたことによって走る能力が強くなって手足がねウサギになりましたね今。あ、マジで。ちょっと待って、あ、ちょっとこれ難しいんだけど。手足がウサギになってた。手と尻尾かな。尻尾がウサギになりましたね。見失っちゃう。これカメラも動かせないですよこのチャオガーデンだと。ちょっとそれはね、昔のゲームあるあるで。その辺の操作は慣れてもらって。ちょっとペンギンあげてみたいな。ペンギン拾って、あ、よしよしよし。あ、本当だ、手が変わった。尻尾が
おお、ペンギンの形になりましたね。あ、ペンギン上げたからスイムが上がったってことか、うん、なるほどね。上げる動物の能力をこう引き継いでくれるというか、それに影響されるんだ、うん、これでまあ狙ってその能力を上げることもできるし、まあ、まんべんなく上げることもできるしってことで、うん、なるほどね、好きに茶を育ててレースで頑張れと、はいはいはい、はい、遊びですね。なるほどな、うん、いや面白い、こいつを立派なこうトライアスロントライアスロンレーサーに変えてみせるわいや本当にまあバランスよくね育ててもらいたいところではあるんですけど、うん、まあ、好きにやってくださいよ。あ、了解っていう、チャオガーデンね、うん、これじゃホテルのロビーから行けますと、じゃあチャオガーデンから帰ってきたんで、うん、ミスティックルインへの鉄道に向かってみようかな。はい、お願いします。ロービー出て右っつってたからこっちかな。これが駅前広場だね。うわすごい、このなんか街歩くのも楽しそうだな。広いよね、すごい広く感じるよねこれ。 いや確かにすごい広っ、うん、あ、いろんな人に話しかけたい、気になるオブジェも多いな、うん、トゥインクルパークウェルカム、これはなんか別ステージかな。そうだね、後々行くことになる。これはオープニングのムービーで、あの最初ソニックが飛び跳ねてたあたりの、はい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 、ね、これが SS セントラルステーション、うん、ステーションスクエアセントラルステーション、なるほどね。で駅ですね、まあ素直に駅行こうか。あ、なんかヒントボールあるわ、ちょっと触っていい？もちろん。ありがとうございます、うん、おそらくそうだろうなと思っておりましたが、はい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 、もうそこは好きに、まあ、街に行くもよし、あ、もうここからは自由に動いていい？自由に動いてくださいよ、アドベンチャーですから。社員専用通路です、社員カードを見せてください。まだちょっと行けないルートもありながらって感じか。うん、ソニックが社員になるということですけど、あれこれいけんのかな。あ、いけないや、警官に邪魔されてて、ここはまだねちょっとカオス事件の直後なんで通行止めということで。ああ、そういうことか、うん、じゃ あなんか売店みたいなのある、なんかお買い物できるかな。こんにちは、なんといってもこの私は駅の売店の看板娘よん、よん、新聞雑誌も真っ先に読めちゃうから街のニュースは私にお任せよん。ちゃんと読んでるね、仕事熱心ですね。確かに読むのかな、そういうなんか売店の人って売店の人が読むか、確かにどうなんだろうね、そんなにすぐ読むんだ、すごいね。やってきた長官とかすぐ読んで、うん、こうニュースに詳しいんだ、ソニックって新聞とか読むのかな。読まなそうですけど、読まなそうだよね意外と何でも知ってるからな、ソニックは足で情報を稼ぐタイプかな知ってる知ってる、世界のどこかにドクターエッグマンという人がいて、動物たちを捕まえては自分のメカに組み込んでるんだって。あー、動物たちかわいそう、知れ渡ってんじゃねえかよ悪行がさすがだな、エッグマンとしてはもうそれがね、やりたかったことですから。確かに、うん、じゃあもうなんか他行くところもなさそうなんで、まあ、こっちの何だっけ、トゥインクルパークに足を運ぶのもありかな。ちょっと待ってな、いや寄り道したくなっちゃうな。ただいまカップルサービス中、生かしたカップル入場無料、絶対エミーちゃんと来るところじゃんそうね、あ、その可能性はありますよ。まあちょっと一旦素直に駅入ってみるわ、電車に乗るということで。あ、なんか言ってる、間もなく発車するんだけど、ちょっと待って、駆け込み乗車はおやめくださいちょっと待って、いろいろ見て回ってもいいかな、その時間あるいや待ってくれてるよきっと。カジノエリア、ここからも繋がってんだ。あ、なんか何、街の地下がカジノエリアみたいな感じなのかな。なんかいろんなところから行けそうだね、うん、はいはいはい。え、カジノステージもすげえ楽しみ。 やっぱソニックならではだと思うし、う、ね、あ、 3D カジノ期待しといてください。結構近代的な電車、うん、しっかりした電車だよね。ねえ、うん、話しかけてみようかな。安い給料、辛いお仕事、人生に疑問を感じるな。お客様失礼しましたステーションスクエア中央駅、折り返しミスティックルイン行きの電車でございます、うん、いやなんか大変だよな人間味のある世界、ゲームの中でそんなこと言わないでくれよ。あ、これってじゃあミスティックルインに早速向かっていくという、うん、あ、もうこんなあっという間に着くんだ。すぐね、着きますよ。すごい文明の差を感じるんだな駅こんなボロボロでいいとかやって、ね、駅の作りが全然違うじゃん、うん、なんか急ごしらえなんでしょうね。あー、うん、昔からあるっていうよりはなんか急に作ったみたいな設定があったんじゃなかったかな、確か。近代化の波が急に来たみたいな、うん、そうだね。まあちょっとこう古代遺跡とか、うん、まあ、文明があるような、まあ、ミスティックルーインっていうぐらいですから、うんうんうん、まあ、そういう土地なんで、まあ、そこに電車を引きましたよということですね。変なとこ来ちゃった、ちょっと待って、乗ってこ乗ってこ、船のはしごこうやって登るみたいなアクションもあるんだ、うん、ありますね。
なかなかアドベンチャーしてるでしょ。確かに。あ、ボートって書いてあるね。あ、本当だ。そうか、ここボート乗り場ってことね。夏木場みたいな感じですね。覚えとこう。うん。ちょっと待って、 BGM 良くない？気づいちゃいました。気づいちゃった。ミスティックルイのこのイエーイ。最高だよね。いや、いいな。当時めっちゃ真似してたもんね。あ、そうなの？イエーイっつって。え、ちょっとこの辺のなんか、なんつうの？レジャーガイドさんみたいな人に話しかけてみましたけど。探検家ということで。あ、ほんとだ、遺跡の探検隊、うん、僕は新米だから、まだ奥には行かせてもらえないんだ。で、駅前でお留守番か。かわいそうだな。何のために来たんだみたいな、こんな仰々しい格好までして。その、遺跡がある、その、島というか、うん、というステージの、駅なんだね、ここは。そうですね、はいはいはい。まあ、自然豊かなフィールドの駅、まあ、そういうステージが点在しているフィールドですね、うん、なるほど。この近くにテイルスの工房があるはずよ。じゃあ早速テイルスの工房探してみようかな。結構広いな。そうなんですよ。ここまずね、覚えるところからが、まあ、なかなか大変なんじゃないかなと思いますけど、うん、なるほど。ちょっと話しかけたんだ。ドカーン、ゴゴゴーって目が覚めたらこんな山ができていたんだもんね。盛り上がったものには見えないもんね。となると天から降ってきた。お、まさかそんなことあるわけないもんね。なんか言ってますけど、天から降ってきた。なんか盛り上がってる。え、なんか何がしかのオブジェクトが急に現れた。これ、この壁っすね。この壁が急に盛り上がってきたというか、まあ天から落ちてきたのかなみたいなこと言ってるわけですけど。めちゃめちゃ駅前。危なかったら、ね、すごい。そんな状況だったんだ、うん。なるほどね。この人曰くどこからか降ってきたんじゃないかという話だ。うん、謎は深まるばかりですね。走り回ってみていいですか。いや、どうぞどうぞ。うわ、気持ちいいな。あ、待って、覚えちゃった。エメラルドの綺麗なとこ出た、うん、エメラルド色の滝壺、うん、滝の裏には何かある。ゲームあるある。これね、ソニックフロンティアで、あのソニックがこんな滝ミスティックルインにもあったよなって言ってるんですよ。あ、そうなんだ。このことです。この滝だ。はい。あ、なんかあるね。上になんかある。あ、でも上に行けないか。うん。でもフロンティアでも触れられてる。これがミスティックルインの滝なんだ。そうですね。はあ、うん、聖地巡礼だね。だいぶ遅れてね、うん。なるほど。あ、これ階段になってる。階段を登っていけるんだけど、これも気になるな。お、あ、なんかいける。移動して。何か奥まって。触ったらへっこんだけど、二度と触れなくなっちゃった。何が起きたのか。あ、なんか盛り上がってる。さっきね、滝壺の裏の遺跡が盛り上がって、 あれはもう別に行けないや。何これ。これ盛り上がったことによって何かが押し出されたんですね。あ、え、どういうこと。お、あ、なんかこれか。これは何ですか。ちょっと持ち上げてみてくださいよ。このアクション難しすぎるんだけど。持ち上げるアクションがね。あ、来た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 。なんか卵かな。銀色の卵らしきものを手に入れたわけですけど、俺卵の返し方これしか知らねえからさ。ひたすら拾っておくしかねえんだけど、合ってるかな。これ一応もうネタバラシをしてしまうと、うん、あの特別なチャオの卵ということで。あ、そうなんだ。これもチャオの卵なんですよ。銀色のチャオが生まれる卵と。じゃあ持ち帰る必要ある。そう、チャオガーデンに持ち帰るんですね。あ、そうなんだ。ミスティックルイにも一応チャオガーデンの入り口がどこかに隠されているんで、そこまで持っていく必要があるんですけど、ちょっとね、今の段階ではなかなか難しいかなと思うんで。確かにちょっと分かりやすいところに置いといて、うん、うどうなんだね。これちょっと戻るのか、あの場所離れた場合に元の位置に戻っちゃうのかどうかは分かんないんだけど。そうか、まあ、一旦ここにあるっていうことを覚えておけばなくなることはないと思うんで。これね、この先の横に置きました。うん、じゃあまた回収しに来よう。じゃあ戻ってテイルスの工房を探してみようかな、うん、この浮遊感がなんか特有で難しいな。そうだね。よいしょ。うわ、すげえ立派な鉄道がメガネ橋みたいに走ってるな、うん、あ、こっちかな。あ、急に来た。ちょっと待って、工房まだ目で確認できてなかったんだけど。そこにありますか。あの左上のがテイルスの工房かな。そういうことですね。しかしエッグマンが立ちはだかってくると。なるほど。これからまたちと忙しくなるわい。また何か悪いことを始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよし。さもなくは
さもなくばどうする。かっこいいなやっぱり、やりとりがいちいちかっこいいよね。早速エッグマンとの戦闘ですよ。あ、これエッグマンとの、そうか、中ボス戦みたいな感じ、うん、アドベンチャーフィールドでは結構ちょくちょくこうボスとの戦闘が挟まるんで、あ、そうなんだ、油断できないんですよ。どういう、もうこいつと戦うのかな。あ、割とこうむき出しのエッグマンと戦うんだ。なるほど。来た来た来た、エッグホーネット、エッグホーネット、まずはリング回収して敵の動きをよく見てね。確かに、ミサイル、ミサイル攻撃ちょっと高くてホーミングが届かなそうだな。まずは攻撃タイミングを見定めるところからだね。あ、わ、全開じゃん。突っ込んできて掘り進んでる、今か。あ、ここね、はい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 、うん、攻撃を避けて隙を晒したところを叩くと。なるほどね、シンプルっすよ。うん、ミサイル避けて、続いて避けて、触れるかもこれ。あー、欲張ったかも。さすがに高さが足りないか。リング1枚あればいい。この葉っぱ隊みたいな精神でちょっと懐かしいワード出ましたけど葉っぱ隊とか。 OK、 お腹にダメージ与えて、いいよ、もうあと一発ぐらいでいるんじゃないですか。なるほどね、だいたい3発くらいなのかな、ボス戦って。これ序盤だからかな。まあそうだね、序盤だからだね。マリオとかだとね、結構終盤でも3発で勝てたりするんだけど。ああ、来た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 、全開パワーをいなして、はい、エッグホーネット撃破。よし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 ですね、ぐだることなくいいんじゃない。パート1だからね、ちょっとあんまりぐだってなんだよね。こっからおそらくステージも複雑化し、お不甲斐ないところも見せていくのやると思うんで、まあまあ大丈夫ですよ。それはこの辺はサクサクいきたいところ。カットもね、多用しますんで。確かにね、これライブ配信じゃないから、うん、だいぶもうカット倍速自由自在だ。そういうことですよ。車体傾いちゃって、卵の割れる音みたいのがありますけど、ぐしゃって。大丈夫、あ、油断させてんのってこと。そういうことですよ。テイクスカジュアルに持ってっから。そんな保管の仕方じゃさ、空奪われるよな。あ、もう何、カオスと連携してんの。早くもあのあとコンタクトを取っていたということですよ。おい、連絡がまめすぎるだろうが。そこも繋がってんだ。はい、肩揺らしてアイドリングしてっけどさ、カオスエメラルド取り込んだカオスが、なんか右腕に骨入った。うん、エメラルドを与えるたび強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。いや、適応早っ。エッグマンのそのやっぱりすごいね、キャッチアップが。天才ですから、さすがだね。その才能を別に使っていれば。得体の知れない怪物が街に急に現れたと思ったら、もう仲間みたいなポジションまで。さすがだな、エッグマンは本当に。展開が早いね。ソニック、あの怪物がどんどん変身していったら大変なことになっちゃう。ね。全然お前の日は謝らない。確かにね。エメラルド取られてごめんみたいな一言あってもいいけどね。もうちょっと前向きに次のこと考えてんだ、うん、ちょっと工房でね見ようと思ってたのにエメラルド奪われちゃったから、ちょっと工房行ってもしょうがないかみたいな感じですよ。あ、ちょっと挙動が変になっちゃうけど、これテイレスの工房だよね。そうですね。これエメラルド、これはエメラルドとはまた別ですけど、あ、どこかの鍵、風の石って言ってるけど、うん、これはじゃあそうか、一旦置いとこうかな。他のところになんか置きに行くことがあるんだろうということで、うん、これテイレスの工房だ。テイレス工房です。あ、すごっ、うん、このアイコンね。そうね、テイルスのアイコン、ここが初登場。はいはいはい、あのソニックプライム、Netflixのアニメーションでもあのテイルスの工房で出てくるんですけど、そうだよね、ここが一応こうモデルになってるわけですね。はい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 、パスコードを入力してね。そうそうそう、1991でしたっけ。あ、そうかな、1992かな、92か、入力して、あ、工房入ってきたけど、だいぶ簡素な、割と簡素、マグロの切り身みたいなだけが置いてあって、あとはシャッターだけか。うん、え、これ他行けないの？もう、なんかここはこれだけなんですよ、ね。そうなんだ。テイルスの工房すぐ気になるなと思ってたけど。え、これ上も行けないのかな？なんかあるけどね。上はね、登れるけど中は入れなかったんじゃないかな。ちょっと頑張って登ってみる。行けるかな？あ、でもなんかここあれだね、すり抜けちゃうね。そうかも。ちょっと登れなそう。テイルスだったら飛べるから、テ
テイルスならいけるとか。そうか、テイルスも操作してこれるのか、うん、はい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 。おちょっと今左上に何かあったの見逃さなかったぜ。お、いいですね。カメラが難しいけど左に、あ、なんかエンブレムがむき出しのそんな置かれ方するんだあのアイテム。うん、え、でもさすがにいけないよねこのジャンプ力で。いけんのかな、ジャンプ力で。ちょっと試してみてください。よいしょ、おお、なんか頑張ったらいけっかな。助走をつけてね、ちょっとチャレンジしてみていい？いや頑張ってください、そういうの全然いいよ。行こう行こう、チャレンジ精神。せっかくテイルスの攻防来たのでこれだけじゃちょっとつまんないもんね。ゴッ、いいんじゃない、来た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 、一発で、あ、二発目で。そういうこと。いけますか。テイル、このソニックアドベンチャーの挙動にだんだん慣れ始めてる、ね。あ、そうだね。そのね、アクションは覚えといて損はないですよ。なるほど。スピンダッシュの助走を使ってね。これよく使いそう。確かに。するっていうのは、これはショートカットの必須テクなんだ。なるほどね。まあ、エンブレムはね、基本的にはステージをクリアしたりすると手に入るんだけど、うん、こういう風にアドベンチャーフィールドに無造作に置かれてたりもするんで、まあ、集めていくことでコンプリートを目指すと。なるほどね。そうですね。え、置いて、なんか俺目的を失っちゃったんだけど。今日は、エメラルドを集めようよと。はいはいはい。ということだったんだが、どこに行けばいいのかって話だよね。そんななんか集めようと思って簡単に集まるもんなのか、このエメラルドも。うん、何もレーダーとかもないし、ね。そうだよね、うん。え、どうしよう。どうしたらいいと思いますね。まあ、駆け回るか、情報収集するか、どっちかっすね。なるほどね。ちょっと話しかけてみていい？うん、遠くに変わらずか、うん、まあ、セリフはちょっと変わってたけど、まあ、あんまりこう情報としては役に立たない感じだったね。まあ、まだ行ってない場所とかもありそうなんで、確かにいろいろ見てってください。こっちとか行けないのかな、これまだ行けないか、うん、トロッコが続きそうなレールだけどね、うん、この小屋なんだろう、入れるかな、入れないみたいな、今は入れないみたいですね。こんにちは、サングラスのおじちゃん。この辺はベースキャンプ、別動隊がすでに奥地に向かっている。何か動きがあるまでは連絡用トロッコは止めてあるのだ、うん、あ、もう奥に探検隊の別動隊がいるけども、うん、動きがあるまでここは開かないのかな。このおじさんのキャンプみたいのがさっきの建物ってことだね。なるほどね。お、あ、なんか行けるとこあるじゃん、なるほど、ね、え、なんかこの入り口は、あ、ちょっと話しかけるの本当に難しい、これ見過ぎまくってんね。洞窟の中に怪しいプレートを発見、それに光るは風を意味する古代文字。ほう。水の匂いがプンプン漂います。なんかキーアイテムとして風の石のありかは知ってるから。あ、これなんじゃないの？うん。これ見よがしに。あのなんかこう竜巻のような紋章と緑色。ちょっとこれ巻き込まれて出れなくなっちゃった。動かせますか？こっちかこっちか。ここでシャープ1終わるところだ。危険すぎるな。しっかりしてください。え、ちょっとじゃあ今の台座に風の石を持ってきてみるね。はい、ちょっとじゃあ風の石を手に入れて、さっきのね、あの風が吹き込んでたあの隙間の台座にね、うん、置いてみようと思いますよ。こっちだよね、これか。普通に迷っちゃいそうだな、広くて、うん、ここでいいのかな。お、ガチャギとはまって風が強く、あ、本当だ、吹いて、風が強く吹いている、うん、上に持ち上がってって、あ、次のステージか、ウィンディーバレーです。テイルスと一緒に落下してきて、うん、なんかテイルスがウォーキングポーズで硬直してるけ けどこっちもいけるかな、うん、なんかね、まあ、テイルスが一緒に冒険してくれるということでね。あ、そうなんだ、あ、ついてきてくれる、うん、え、テイルスがこうソニックを捕まえて飛んでくれるみたいな動きもあんのかな。ああ、それはね、ないから。そうか、 あくまで主体的にソニックを動かして。これソニックアドベンチャーデラックス、うん、あのゲームキューブでリメイクされた、うん、あのソニックアドベンチャーでは一応 2P コントローラーで操作できたはずなんですけど、そうなんだ、ちょっと操作できないっぽいですね、この XBOX360 バージョンだと。なるほど、ちょっと残念です、一緒にやりたかったんですけど。あ、じゃあ明智くんとプレイすることももしかしたらかなったんだ。ソニックアドベンチャーデラックスの方だとできる、確かそうだったはず。危ない、待って、ちょっとシャープ1でここなんとかクリアしたいな。ねえ、ここクリアしたらちょうどいい感じなんですね。了解だわ、うん、これ正規ルートなのかな、なんとなくこっちのルート見つけてこうやって来ちゃってるけど、ちょっとまあ早いルートかな。あ、そうなんだ、うん、下にね中間ポイントあってそれスルーしてきてるんで。なるほどね、まあまあ全然いいんじゃないですか。こうかな、よしよしよし、今ヒントボールを見逃さなかったぜ。どういうこと、血がなくなってる。あ、本当だ。で、
でも走れる、そういうことっていうことだね。これはちょっとヒヤヒヤするな、うん、なんか当時結構ヒヤヒヤした記憶あるよ。そうだよね、小学生の時やってて、本当みたいな。なるよね、ここもいけるってことだよね。これもジャンプで、あ、もう普通にいけんのか。ちょっと風の力を信じすぎて、いや吹きませんよっていうなんか知り方。あ、何これ。あ、なんかちょっと壁、橋が崩れて落っこっちゃった。アップアイテムが、ちょっとすごいな、これ全然風の力でコントロールできてないんだけど。竜巻に飲まれてしまいましたけど、その中もまだまだ続きますよ。上に上がっていけば竜巻の外へ出られるはず。あ、そうなんだ、今これ閉じ込められてる状態、うん、はい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 。なんとかじゃあ竜巻から脱出して、これジャンプパッドだ、うん、はいはいはい、いいよ。でこれ気持ちいい、ジャンポイントも、これが100ぐらいまで進んでくれには話は早いんだけど。面白いゲームではないけど。それは。はいよ、すごいアングルね。えどこ、着地が怖いな、ここで。え、これ何、何かが、あ、バンパーか、はい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 。バンパーのこのすごいな、バネの力が。竜巻を抜けるとまた別のエリアですね。はい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 、曲も爽やかな感じに変わって、うん、ウィンディーバレーも曲いいね、うん、あ、これどうするんだろう、あ、こうか、スピンダッシュというか、あのホーミング硬くて壊せました。テイルスも合流して、ちょっとすごい壁ぶつかっちゃう、ここ難しいんだけど、確かに、ね、曲線がすごいやらしいな、うん、すごく気持ちのいいジェットコースターみたいな、メッシュの道を進んでいく。ここは着地ここでいいの、着地はここでよかった、どこでもいいか、うん、これロケット、あ、何これ、ルートある、ルートもあるし、リングの道、これはリングの道といえばライトダッシュとか必要になるやつかなんですけど、まだ持ってないのでロケットで素直に。あ、このソニックアドベンチャーからライトダッシュとかって出るんだ。ありますね、あ、中間しっかり通過して、うわー気持ちいい、いいですね、これこれ。この微調整むずい。そうだね、そのまま走ってくんないからね、壁にガシガシ当たりますからね。また再び風の道を通って、うわ、いいな、ちょっとアスレチック入りますよ。あぶね、カメラを、あ、投下しちゃって当たんなかったかな、なにそれ、見えず、唐突に、唐突にトゲボール。え、結構リング持ってたのに、まあね、リングはね、集めておくとチャオガーデンでお買い物に使えるんで、あ、そうなんだ、集めておいた方が後々美味しいよということで。え、これ下、下でいいのかな、下に、上に飛ばされて、あ、こういうこと、はい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 、飛んで、すごい勢いで飛ぶね。すごいな、高低差が、どんだけ高いところまで飛ばされたあの竜巻で。竜巻なんてもうはるか下でしょこれ。だいぶ上がってきてるよ、どういった人工物なんだこれ。どこ走らされてる。いや、まあ遺跡なんじゃないですか、これも、あの、なんか力の及ばぬ存在の遺跡の一部なのか分かりませんけどね。うわー、超文明があったんですよ、ちょっと。あ、そうなのかな、このなん人間たちの本当に力の行き届かぬ何かが、空中庭みたいなことなのかな。なるほどね、めちゃくちゃ気持ちいいね、直線を駆け下りて。エメラルドだ、これでゴールかな、あ、よし、40リング、いいね、なんかラッキーだね。他なんか回収しとくもないよね、壁にあったの見逃さずに。オッケー、一つ目の顔セメラチョコかぶってからエイルスちゃんかぶっちゃってんのよ、全然見えないよ、その肉が。こんな綺麗にかぶるかね。またちょっと終わってますよ。え、よしよしよし、一つ目のエメラルド、オッケー。エメラルドがね、こうストーリーの進行に合わせて自然に集まっていくっていうシステムですね。なるほど、ステーションスクエア行きでした、まもなく発車。じゃあ一個目のエメラルド手に入れて、で引き続き残りのエメラルドも回収しながら各ステージをクリアしていく、早くっていうことで、うんうん、ステーションスクエア行きの列車まもなく発車しますっていうことなんで、まあ、ちょっとそれにアナウンスにね従ってステーションスクエアに行こうかなというところなんですけ ど、まあ、そろそろお時間もよろしいのかなという感じになってきたんですが、はい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 、じゃあちょっとシャープ1としてはミスティックルインでバイバイという感じでよろしいですか、うん、ステージ2をクリアして、うん、まあ、まだね全体の進行度としては、まあ、まだ5分の1に満たないぐらいかな。あ、そうなの、うん、そのぐらいなんで、これからまだ長い戦いになると思います。いや、面白くなってきたね、うん、ついに始まったモダンシリーズ、はい、ソニックアドベンチャーシャープ1、じゃあ今回こんなもんでよろしいですか。はい、じゃあこれからどんどんソニックアドベンチャーの魅力引き出してまいりますんで、今後ともよろしくお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。今回もよろしく。